卵卵卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。何なのそのこんばんはの言い方。そうですか。何狙ってんの。ということで、ね、本日は親友のお二人に来てもらいましたけどね、はい、二人は親友同士ということでいいんですよね。はい。じゃあ今日はね、二人にしかわからない、親友にしかわからないようなお互いの暴露をしていただきたいと思います。はい。いいですか。はい。いいんですね。前テントオーケストラの暴露大会。じゃあまずはね、オーケストラ。はい。前テンの本名をちょっと教えてよ。え、いや、それはさすがちょっと言っちゃいけないやつなので。おー偉いね。偉い偉い。でも今日暴露大会だからね、言ってもらわないと始まんないんだよね。前天オーケストラの本名は分かんない。あどうしたのどうしたのどうしたの。なんでキャーっつったの。舌舐められました。舌で舐められたんですよ。きったねえな。他にはなんかお互いの暴露とかないの。前天の本名じゃ言っちゃえば。お前もそうですよね。まだ一言も言い返す。カメラに映んないよお前。お前切れたかもしれない。切れた切れた。あれ出てない唇から。えちょっと唇あんま映さない。お前強いよ前って。そんなよくないだろお前。お前の方が本気でやれたらすぐ血出ちゃうぞ歯茎で。言っちゃダメだ言っちゃダメだって本名。なんか他にもないの。前天なんか女狙ってるとかないの。え前天が女狙ってるとかないの。何それ。もうダメなんじゃないのもうこれ。この動画血出ちゃったし。下の名前オーケストラ。やめろ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 。おーらダメ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 だよダメだよ。いっちゃんもう血出てんじゃんオーケストラ口から。オーケストラちょっと口映っちゃうから血口もう閉じてて。はい。喋んないで。分かった？はい。腹話術みたいに口閉じたまま喋って。はい。口開いちゃってんじゃねえかよ。なんで暴露でお互い口封じ合ってさ、面白くしていこうと思ったのに。前天強すぎだよ。お前オーケストラに対してなんか強いよね最近。確かに。暴力とかが。なんかリアクションが面白いんで。攻めてほしい。殴ってやれオーケストラ。顔面殴って頭ゴンってやってやるこうやって。どこここがですか。そう行け本気で行け。おお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 お強いよオーケストラ。二人とも強いよ。はい。お前ら本当親友なのか。はい親友です。親友です。じゃあお互いの好きなとこ一つ言ってよ。うーん前天の好きなところは。でも人を身につける魅力というか。人を身につける魅力、そのオーラですよね。人を身につける魅力とかオーラ。はい。で前天はオーケストラのいいところ。イケメンなところです。イケメンなところ。いじってないなんか。いじってますよねこれ。じゃあ血も出てることだしさ、お互いキスして終わりにしようか。はいじゃねえだろ。お前が嫌がるとこだろそこは。血は嫌だろ。帽子変なのなっちゃってるよちょっと。バーン。登録よろしく。血はないな。これ使えますかね。もう使うよテレビじゃないから。お前もう唇乾燥させすぎなんだよ。もうカッサカサだよ唇。リップなんで塗んないの。白いよ。あそうですね、そろそろ季節も季節ですし、ね、季節も季節ですしね。ちょっと出ちゃってんじゃん地元の方言。はい。